はい、皆さんこんにちは。体の声を聞くダイエット講座にご参加いただきありがとうございます。ブレイントレーナーの萩原美奈子です。よろしくお願いいたします。皆さんもよくご存知かと思いますけれども、ツボについて少しお話をさせていただきます。ツボの定義は、人によって様々に説明されている方がいらっしゃいますけれども、鍼灸の世界では穴という言葉で表現したりしています。でそしてツボの種類としては3種類あると言われています。で1番目は経血、2番目は気血、3番目はあぜ血というものです。で、最初はこの経血について、お話しさせていただきますけれども、経血っていうのは、皆様、経絡図、経脈図と言いますか、体に、人体に縦線の書いたものを目にしたことはあると思います。で、その縦線が、経脈と言ったり、経絡と言ったりもします。で人間の体を縦方向に流れている、例えるならば地下鉄のようなものだと思っていただいたらいいかと思います。で体の表面から少し潜ったところを走行しています。でそしてツボっていうのはその経脈の上に乗っかっているというか、少し同じように潜ったところから体の表面に突き出している地下鉄の駅のようなものだと考えていただいたらいいです。で駅というのが何をしているかというと、経脈の走行上に何かしらの不具合が生じたとき、その経絡に何か不具合が生じたときに、この管理センター駅に異常が届けられて、体に違和感とか病気になって、なんか体に症状が出たりします。でそして、それらを改善するために、ツボを用いて治療するときなどでは、体の表に現れているその液の役割、管理センターを見つけ出して、針とか呼吸、そしてセルフケアだったら、そこを押して、見ることで、経脈上の不具合の改善方法が、つながっています。改善方法になります。では、この経脈で流れているものは、東洋医学的に言うと、気・血と言ったりもします。気というのはエネルギーですね。生命の力みたいなもので、血というのは血液のことなんですけれども、細胞を生かす養分みたいなものと考えていただいたらいいです。で経脈というのは全部で14経脈あると言われています。正規の経脈といって、正経脈が12個、奇形な経脈といって奇経脈が2個です。で14の経脈の上に361のツボが存在していることに WHO では決めています。で例えば皆さんもよくご存知のツボとしては、手の五穀ですね。親指と人差し指のこの付け根のあたりのここを押すとちょっと痛い方も多いと思うんですけれども、このツボもそうですし、足三里ですね。膝のもうちょっと下、ちょっと外側にあります足三里のツボっていうのも経脈上にあるツボですので、経血と言ったりします。では今度は気血について、お話しさせていただきます。でこの気血、文字通りなんですけれども、これは奇妙なツボという意味で、先ほどは経脈上にある液が経血だとお伝えしましたけれども、経脈上にない奇妙なツボという意味ですね。この気血は特定の疾患とか症状に対して特別に効果のあるツボでもあります。でそこに針とかお灸をしたりすると治療効果が高まったりもします。でもう一つ最後に書いてあるあぜ血ですね。これも文字通りあこれと書いて、あそこそこ、あそこなんだという意味で、あぜ血と言います。
で押して痛いところですね。で先ほどの経血とか気血とは違って何かこう場所が決まっているわけではないんですね。押して痛いところ、刺激して何か反応のある圧力を与えて痛いポイントを書いて圧痛点と言います。そのツボの名前とか決められたものがなくて、ここが痛いから治療のポイントではないかというような考え方のツボでもあります。ではこのあぜ血を探すポイントとしては、一つは気になる部分を押して触ってみたときに他と違って熱を帯びていたり、また冷えていたり、硬かったり、柔らかかったり、何か体で何かそのポイントを指示している時があります。で、その場所が意外にも刺激する場所になっていたりとか、それがあぜ血になっていたりもします。で今回体の声を聞くダイエットということで、このツボをテーマにしているんですけれども、先ほどお伝えしました経血とか気血などの決まったツボっていうのは皆さんいろいろ調べていただいたらね、すごくたくさん出てきますので、そこで調べていただいたらいいんですけれども、今回はあぜ血を探す案内の方向で、お話をさせていただこうと思います。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします。